白い方がいいのか。あ、こっちの方がいいかな。倒れそうで怖い。変わんない？別に。頑張って着替えたし、髪も巻いたし、食器も洗ったし、部屋も片付けたし、やばいやばいやばい。わあ。うん。あれ、黄色くなっちゃった？逆に。もう難しいって。まあいいか。いや、ライトって大事だね。見て、目が。で、服はカラオケなので可愛いワンピースにしたけど全然映らない。ショック。見せたいけど映らない。かわいい、透けてる。かわいい。では何、あ、待ってね。カラオケ iPhone だとさ、顔加工がまだ、私がアップデートしてないだけか。顔加工のさっきの機能がない。この後は私が一番楽しみにしてるトーク、なんか自分で企画考えたやつだよ。8時半だっけ、8時15分だっけ。あれ、8時45とか。カラオケは8時15分までで、1曲目は決めてたんだ、これにするって。え、ないとかある？もしかして。あったー。失敗しちゃうからね。やっぱさ、 iPhone でさやった方がさ、広角レンズだから顔がちょっとシュッてして見えて嬉しい。トマトキャベツ。
しいたけ入ってなかった。野菜じゃないんかな。なんでこれにしたかっていうと、頭の中で流れてたからです。おはよう。懐かしいよね。いっぱいスイカが飛んでた。では次は、野菜シスターズだと何の衣装着たい？なんだろう。なんでも可愛いよね。でもまあ贅沢言わせてもらったら色のある野菜がいいよね。え、ない。絶対にあると思ったのに。ちょっと待ってね。メール来ました。やった。読んでください。ねえ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 、ない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 。嘘でしょ。絶対これにしようって思ってたのに。じゃあこれはある。